何百億という光を超え、何千億という闇を抜けて、やがてたどり着く世界。死後、神に選ばれた者だけが来ることを許されるユートピア。そこをエリシオンという。ここがエリシオン。なんという美しさだ。しかし、アテナは一体どこに？困るな。そんな血生臭いなりで妊婦たちを驚かせては。お前は？我が名はタナトス。なんだその銀色の髪と瞳は。お前はスペクターか？スペクターではない。神話の時代よりハーデス様の右腕として仕えてきた最も信頼されている側近の一人だ。側近だと？なら話は早い。そのハーデスを追ってここへ来たアテナはどうした？死んだ。今頃は私の兄弟、眠りの神フィプノスがハーデス様にその屍を捧げていることだろう。バカな！嘘を言うな！ハーデスはどこだ？バカめ。お前にいちいち答える義務などないわ。コスモが燃えている限り、俺は命を懸けて戦う！私の可愛がっているニーフが怯えてしまったではないか。ファイト！しかし、お前のような取るに足りない存在が、あの打撃の壁を通り超次元まで越えて、このエリシオンに取り付く、まさに奇跡。このエリシオンは、神話の時代から一度たりとも離れたことによって、お前のようなセイントが土足で踏み荒らすとは、死をもってしても償いきれぬ。それ以上ハーデス様の打ち抜きで死ぬし、もはやたとえこの場がセイントの地で離れよう、俺はお前を殺すぞ。こしゃくなペガサス、お前の刀を跡形もなく消し飛ばしてやる。俺はまだ死ねない。神の力を。俺にはまだやるべきことが。燃えろ俺のコスモ。調子に乗るな。ペガサス、調子に乗るな。たかがブロンズセイントの魔力に調子に乗るな。まだこの意味必殺でくれる。調子に乗るな。ウィナー、負けられない。アテナのためにも。今ので終わりか？俺の渾身の剣が効かないとは。神と人間の力の差が分かったか？お前は肉体だけでなく精神もズタズタに攻めさえなんでから殺してやる。空、地上の様子を拝ませてやろう。行方不明だったお前の姉が見つかったようだぞ。あれは姉さん、聖火姉さん。姉さんが苦しんでいる。さあペガサスよ、地上でお前の姉がもがき苦しんで死ぬのをとくと見届けろ。やめろ。他にもセイントのウジ虫が何匹か迷い込んだようだったが、お前もその一人か？あ、あと何匹だ？お前の他にあと何匹入り込んでいるのだ？お前も死にに出てきたようなものだな。さあ、このエリシオンへ潜り込んだセイントはこれで全部か？ではお前らウジ虫どもをまとめて地獄へ叩き落としてくれるわ。待て。ほう、もう一匹いたか。お前はフェニックス一騎。地獄の亡者に代わって恨みを晴らしにやってきた。
地獄の豪華に焼かれて消えろ。パンドラに仇を打ってくれと言われてその気になったか。はいと何を晴らしに来たんだ。これは認めん。拒否になる。お前の力を受け遊ばれた人々の恨みがこもっている。それを今とも受けろ。リブル何なんだ。これが神の力ということなのか。所詮はこの手に。リブル何なんだ。ソウル、この手にも直々に死をくれてやるぞ。ありがたく受け取れ。俺は死を司る神。いちいち死んだ奴らに恨みを受ける筋合いはない。残念だが俺は神など信じぬ。たって俺のような邪悪な神なら絶対に認めろ。お前は少しはやるよ。フェニックス剣幕勝者。だが、このカナトスを本気にさせたのはまずか。ウィナー、フェニックスは何度でも蘇る。神を怒らせたことの報いを思い知るがいい。本来ならお前の五体を粉々に引きちぎって宇宙の果てにばらまいてやるところだが、このエリシオンではそこまでの流血はハーデス様に恐れ多い。だが首だけは引きちぎって地獄の煮えたぎる釜の底へ放り込んでくれるぞ。死ねえ。ん？なんだこの共鳴は。遥か地獄界の彼方から聞こえてくる。この共鳴はまさかゴールドクロス。圧倒的な強さで聖夜たちを倒したタナトス。聖夜たちにとどめを刺そうとしたその時、遥か彼方よりエリシオンに響いたのは、冥界に残された12体のゴールドクロスが共鳴する音だった。ん？なんだこの巨大なコスモは。バカな。ゴールドクロスがこのエリシオンに近づいてく。神以外不可能なことを一体何者が。か、神。まさか。ハーデス様、アテナに引けを取らぬこの大いなるコスモは怪豪ポセイドン。アテナの壺に封印されて再び長い眠りについたはず。それがなぜ。いた座サジタリアスのクロス。水亀座アクエリアスのクロス。天秤座ライブラのクロス。乙女座バルゴのクロス。獅子座レオのクロス。ゴールドセイントの魂と共に我らここにゴールドクロス装着。かつては戦い敗れたアテナに加勢するなどポセイドンも情けない神よな。だがゴールドクロスをまとったくらいで神である俺に勝てると思うな。バルゴのクロスよ、僕に力を。私の可愛がっているニンフが怯えてしまったではないか。はい、バルゴのクロスよ、僕に力を。私の可愛がっているニンフが怯えてしまったではないか。はいと。テリブルプロミダンス。今度は僕が相手だ。ポセイドンもあまりにゴールドクロスをさあ解けん。彼らに勝利を与えたつもりになっている。このエリシオンを手がする重視その身を消し飛ばしてくれるわ。今まではそのゴールドクロスに勝利を導く。今度
ばかりはそうはいかんぞ。ハーベスの進化とはいえ俺は神。さあ、無限地主ども、ゴールドクロスなど何の援軍になるか。アテナとかお前たちも死に、そんな攻撃ではない。ハーベスの勝利となる。そんなことには決して出せない。もうすぐ太陽は来る。これは認めん。地上は完全な闇とか。お前とお前の帰りを待つのエイブル・プロビデンス、死と共に。さあ、ご賢治主ども、さあ、ご賢治主ども、なんだ孤爵の前を。ウィナー、ゴールドクロス、僕には強力すぎるかな。やったか。何を偽りの勝利に酔いしれている。話に聞くゴールドクロスがよもやこの程度とはな。遊びは終わりだ。何、ゴールドクロスが破壊された。バカな。88のクロスの最高位に位置し、神話の時代より一度たりとも破壊されることのなかったゴールドクロスが、究極のクロスがここまで完璧に砕け散るなんて。神である俺の前でゴールドクロスの加護など無に等しい。終わりだ。俺たちに残されたものはこれで何もかもなくなっちまった。もう何もかも。ポセイドンの助力でエリシオンに出現したゴールドクロスを身にまとい、聖夜たちは再びタナトスに立ち向かった。だがそのゴールドクロスもタナトスの恐るべき一撃により粉々に粉砕されてしまう。力を使い果たし絶望のうちに倒れる聖夜。もはや万事休すかと思われたその時、聖夜の耳にアテナの声が響くのだった。どうしたのです、聖夜。こんなところで諦めるなんてあなたらしくないではありませんか。アテナ。でも今度ばかりはもう全ての力を使い果たしてしまった。ゴールドクロスさえ壊され何もかもなくしてしまった。何を言っているのです、聖夜。あなたにはまだ命が残っているではありませんか。命。そうです、人間にとって、いいえ、生きとし生けるすべてのものにとって、神に与えられた最高に光り輝くかけがえのないもの。諦めてはいけません。命ある限り奇跡は必ず起こせるのですよ。聞こえるアテナの声が、姉さんの声が、俺を励ますみんなの声が、諦めてなんかいられないんだ、この命のある限り。バカな、こいつ再び立ち上がってくるとは。これは一体何だ。体に付着していたブロンズクロスのカスが炎のように燃えている。バカな、クロスが、灰と化したブロンズクロスがこのような形で蘇るとは。しかもクロス全体から立ち上る神々しさは、まるで。そうだ、カムイだ。ヒプノス、まさかこのクロスが本当にカムイだと。お前はそういうのか。カムイ。カムイとはその名の通り、ゼウス率いるオリンポスの十二神が選ばれた神々だけがまとうことを許されたものだ。
それが何故このウジ虫のような人間の体に。思い出せタナトス、神の血によってよみがえったクロスは限りなくカムイに近づく、いわばゴッドクロスになる。そして私たちは遥か神話の時代に一度だけそれを見たはずだ。ゴッドクロス。聖夜はアテナの血の助けを借り、コスモを究極まで高めたことによって、自らその伝説のゴッドクロスを蘇らせたのか。アテナの血によって復活したクロスにこんな大きな秘密が隠されていたとは。今やペガサスはただのセイントではない。見くびると取り返しのつかぬことになるぞ。俺は認めん。こんな死に損ないに何ができるか。今こそ燃え上がれ、俺のコスモよ。ブロンズのウジ虫、無駄なことはやめるがいい。ファイト。まるでどうした、力まで蘇ったようだ。ゴッドクロス、見ろ神の力。ローリングス。所詮はクロス、俺は認めない。神である俺が何を恐れることか。ペガサス、聖剣貯蔵の剣タナトス、俺はアテナのクロスを届けなければいけないんだ。調子に乗るな。そのはただ一つ、俺は認め、無縁地獄と知っていよう。忘れているよ、俺が神だという。仮に貴様が神と同じ扱いなのになどなとしても、孔雀の前、そこでようやく見ろ神の力を。大間違いというわけになる。なるほどな、分かったぜタナト。剣の気を緩めることなく極限までコスモを高めてやる。ペガサス、お前よりも誰よりも熱くだ。ウィナー、俺のコスモの方が少し上だったようだな。バカな神である俺が人間に敗れるなんて。やった、ついにタナトスを倒したぞ。タナトスめ、相手を見くびるからそういうことになるのだ。シブロス、答えろ、アテナはどこにいる。彼方に見えるあの神殿、あそこはハーデス様の真の肉体が神話の時代より眠っておられる場所だ。今やアテナもその神殿で眠っている。ただし普通の眠りではない。このヒュプノスが与えた永遠の眠りだ。そしてその身はエリシオンに伝わる聖なる大亀の中に閉じ込められている。しかもその大亀は血を吸い取るのだ。真っ白な亀が少しずつ赤く変わってゆく。やがてアテナの血をすべて吸い尽くして真紅に満ちた時、アテナの命も終わっているだろう。アテナの命はこの身に変えても助け出す。今こそ燃え上がれ、俺のコスモよ。このヒュプノスと対等に戦えるつもりか。今こそ燃え上がれ。このヒュプノス、ファイト。どけヒュプノス、なかなかお前も倒して通るまでだ。私はお前を見過ぎりはしない。バカな、永遠の眠りについてもらうぞペガサス。何が、俺はアテナの元へたどり着いてみる。教えておくが、このヒュプノス、単純なタナトスとはわけが違うぞ。死は全てを無にする。眠りは何者をも破壊しない。このヒュプノス、乱暴な死というものは好まぬのだ。ゴッドクロスの中のお前はたとえ眠りにつかずアテナの血によってよみがえるかもしれない。血は不死なの。とどめを刺させてもらうぞ。九歳猫を噛むという言葉を本気で行かせてもらうぞペガサス。いくらお前がゴッドクロスを身につけようとも、ゴッドクロスと対等には戦えん。それに、ウィナー、俺のコスモの方が少し上だったようだな。終わりだ。
ヒプノス！バカだ。ゴッドクロスをまとったとはいえ、ペガサスの力がここまで高まっているとは。この私が人間に敗れるとは。